カズ山の位置、カズ山、または、イダさんは、トルコ北西部、トロイア遺跡の南東、エドレミット湾の北海岸に位置する山。古代ギリシアでは、イーデイ山あるいは、イーダ山という名で知られていた。トルコ語をそのままカタカナ化したカズダー表記も使われる、ことがある。カズさんは、バルケスイル県エドレミット地区の北の高地に広がる。 およそ700キロ平方メートルの山海である。道沿いにいくつかの小さな村がある。この山に源流がある河川は主に南のエドレーミット湾に流れ込む。海岸は起伏が多くオリーブのリビエラとして知られている。しかしカラメンデレス川は別の場所から東に下る。その谷を人々はかつてトロイの谷と呼んでいた。1993年から カズヤマの2 4平方メートルの地域がカズヤマ、国立公園として保護されている。森林限界が比較的低いため、山頂は吹きさらしでむき出しだが、穏やかな地中海性気候と、冷涼な中央アナトリアの気候の境界にあたる山の斜面は、氷河時代以降孤立された豊かな固有の植物症を有している。切り開かれた標高の低いところの気候は厚く、 乾燥している。寒気は5月から10月までである。年間降雨量は平均で6 3 1ト、mm、ルから7 3 3トルの間である。年間平均気温は摂氏15.7度で、エドレミットの史上最高温度は摂氏43.7度である。山頂近くの森は主に大阪スモミからなっている。キュベレー古代にはイダさんはキュベレー崇拝の地で、 ローマでは、イダヤ・マータというソエナを与えていた。シビュラの書ローマ人によると、シビュラの言葉を集めた、シビュラの書は、ダイキロスの時代、イダヤマのゲルギスで生まれたと言われる。この書は、ヘレスポントのシビュラの作とされ、ゲルギスのアポローン神殿に収められていた。その後、ゲルギスからエルトライに渡り、そこでエルトライのシビュラの神託として、有名になった。イダイア・イダイアはニュンペで、 カシンスカマンドロスの仲間、トロイア王、テウクロスの母。スカマドロス川はイーデー山から、トロイアの下の平野を横切って、北のヘレスポントに流れ込む。ガニュメーデースを昔、ゼウスはトロースあるいはアラーオメドオンの子、ガニュメーデースを欲し,し、イーデー山で、ワシの姿で誘拐し、オリュンポス十二神の釈人にした。パリスルーカスクラナフ派。 パリスの審判1528年頃、カシン・ケブレーンの娘のニュンペイたちはイーデー山に足しげく通っていた。その中の一人オイノーネーは予言と薬草の魔術による治癒の力を持っていた。オイノーネーはイーデー山で羊飼いをしていた、パリスの妻だった。誰も知らなかったが、実はパリスはトロイア王、プリアモスの王子だった。生まれた時、 トロイアに壊滅的な未来をもたらすと予言され、聖なる斜面に捨てられた。赤ん坊を託された、善良な羊飼いが赤ん坊を埋めに戻った時、メスグマから父を授かっていた。羊飼いは赤ん坊を家に連れて帰り、妻に育てさせ、パリスは成長したのだった。ペーレウスとテティスの結婚式で、フワの女神エリスが投げ込んだ、最も美しい女神にと書いた、フワのリンゴにより、 三女神が争い、審判を受けるためイーデー山に赴いた。三福の聖なる湖で、パリスの審判が行われた。青年に成長したパリスは最も美しい女神に、アプロディーテを選んだ。アプロディーテは褒美に、ヘレネーを花嫁として与え、選ばれなかった他の二女神は、トロイアを恨んだ。それが、トロイア戦争を引き起こした。アンキーセースやハリ、 トロイア王子だったアンキーセイスも、アプロディーテーから誘惑された時、イーデー山で羊の世話をして暮らしていた。トロイア戦争イーデイさんは、ホメーロスの女子にも登場する。オリュンポス十二神は、戦争の進展を見守るために山頂に集う。イーデイさんは女神たちの聖地だったので、力が拡大し、ヘーラーは誘惑して、ゼウスの木を散らすことができ、ギリシア軍のために、 ヘクトールラトロイア軍をフナ人から追い払おうというポセイドオンの干渉に十分な時間を与える。トロイア包囲の際、アキレウスがアイネーアースとの決闘の前にイーデー山について研究する。アポロドーロスのビブリオ提携にもそのことは書かれている。アキレウスはギリシア軍の数名の将とともに田園地帯を荒廃させ、アイネーアースの牛を盗むためイーデー山に向かった。 しかしアイネーアースは逃げ、アキレウスは牛飼いたちとプリアモスのコメイストールを殺害し、神聖な牛を追い払った。パリスの死後、プリアモスの子ヘレノスは、ヘレネーを妻にしようとしてデイポボスと争って敗れ、トロイアを去ってイーデイー山に逃げるが、オドゥッセウスに捕らえられた。青銅器時代には、山を含む、この地域は、幾分変化に富んだ民族史を持っていた。ギリシア人が、 手うくりと呼んでいた、現在のチャナッカレ県のア愛和塾クには、クレタ島の出身と言われる、チェケル人はいたようだ。クレタ島にも、イディ山という山がある。ヘロドトスの歴史に、クセルクセス一世がイディ山に行進したと書かれて、ある。ありがとうございます。